この作品デステオブラリーっていうシリーズの作品は、普通だったらこう見逃してしまったり、こう見ないようにしてるような写真のノイズとか、そういう細部を見つけてきて、そこをこう分析していくっていうシリーズです。このジェスチャーオブラリーっていう言葉は、ミケランジェル・アントニオーニっていう監督の欲望っていう映画の中からこう導き出したワードなんですけど、その映画の中でこう主人公がカメラマンなんですけど、その人が死体みたいなものが写真の中に写ってるのを見つけるっていうのがあって、それをこうどんどん拡大していくっていうのがあるんですけども、それと同じように私は古本の中からこう何かわからないものを見つけてきて、それを分析していっています。いくつかの要因があってこの作品にたどり着いてると思うんですけど、昔作ってた作品のコンセプトに、こう写真がこう例えばインクと紙でしかなかったりするのに、それがこう三次元的な空間に見えるっていうことがまたすごく不思議で、それをテーマに作品を作っていたっていうことと、さっき言った映画を見ていたっていうことと、その昔も古本を使って作品を作ってたんですけど、その時こう本を見ていた時に、本当に何かわからないものをたまたま見つけたっていうきっかけみたいなのがあって、でそれが何なんだろうっていうのを見ていくと、こうどんどん網点が大きくなったりするだけで、こう拡大したりしても、そこから何も情報が得られないので、あとは自分でこう想像したり情報を補完してそれを分析してみようと思ったのがきっかけで、これの今のジェスチャーオブラリーの前のシリーズのグローアップシリーズっていうのを前作ってたんですけども、それにつながってます。で、グローアップシリーズから今のジェスチャーオブラリーっていうシリーズに変わったのは、以前はその元の本と元の本の部分を拡大したものと、それを立体化したものっていう3点セットだったんですけども、その間にも実は私はこうドローイングをしたりいろいろプロセスを経てたんですけど、それを出していなかったんですけど、それもこう全部こう見せてみようと思ったのがこのジェスチャーオブラリーシリーズになった経緯です。まあ、いろんなメディアを横断させてみようっていうのがまず一つです。あとは最終的に答えを出さないようにしようっていうのも、途中からこのジェスチャーオブラリーシリーズになってからは意識していることです。